最終講義にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私、司会を務めさせていただきます同じ物理工学域の寺田と申します。よろしくお願いします。最終講義に先立ちまして、まず先生の攻略歴についてお話します。先生は1953年1月15日長崎県佐世保市にて生まれ生まれました。そして1972年東京大学理科一類に入学され、1976年同理学部物理学科を卒業し大学院に入学されました。その後1981年同博士課程物理学専攻課程を修了し東京芝浦電気総合研究所に入所されました。その後1986年筑波大学物理工学系講師に着任されま、され、1994年、助教授に、そして2001年教授になられまして現在に至ります。研究経歴およびテーマですが、大学時代4年生の頃には高エネルギー物理実験を、そして大学院時代には磁性物理学実験を収められ、そして東芝在籍中には人体全身用 MRI の開発、これは国際の第1号機などの開発にご尽力されまして、筑波大学では、高速イメージングを用いた乱流速度場計測やコンパクト MRI とその応用、人肺指標音の大量3次元 MR マイクロスコープ計測、そして MRI シミュレーターの開発とその応用研究などをされています。それでは小先生、よろしくお願いします。どうも、非常にご丁寧なご紹介ありがとうございました。この講義、すいません、写真とあとビデオ撮影は自由となっているそうなので、ぜひどんどん撮っていただいてお持ち帰りいただければと思います。はい、先生。このような機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。それでは早速、このような題目で講義を始めたいと思います。この講義はですね、まずイントロダクションに引き続きまして、学生時代に何を目指していたか、でその次に会社員としてどのようなキャリアを、形成したか、その次にですね、筑波大学に来てどのような研究を行ってきたか、でさらに、教育社会貢献ですね、それについてお話しした後に、今後の展開、この辺結構いろんな方に聞かれるんですけど、ここで初めて正式にお話をします。途中で出ていただいてもよろしいんですけど、ここだけは聞く価値があるんじゃないかと思います。はい、それですね、皆さんご承知のようにですね、現在の人類は約20万年前に北アフリカで誕生して、その後アフリカを出てですね、世界中に広がっていったと言われております。で、約4万年前にですね、日本列島に到達したと言われております。そういうことがありまして、私は1953年1月14日に長崎県佐世保市で生まれました。で、佐世保というところはですね、ご存知の方も多いと思いますけど、海軍の鎮守府っていうのが今から130年ぐらい前に置かれまして、その後軍港としてですね、発展してきました。現在でも米軍の基地と自衛隊、海上自衛隊の基地がありまして、最近かなりきな臭くなっていますけども、そういったところです。で、こちらがですね、私の子供の頃の写真でして、このように私はですね、3人兄弟の末っ子として生まれました。で、こちらが、いわゆる家族旅行なんですけども、この時に祖母が、一緒に、来てまして、祖母は102歳まで生きたという非常に、長命な方です。で、ホセという名前はですね、ほとんどなかなか、親戚以外で会ったことないんですけど、よくよく調べてみるとですね、全国ではもうここにしかないみたいで、江戸時代はですね、代々肥前の鹿島藩に、使えているというふうに、聞いております。で、実際これ数
数年前に行ってきましたけどね。それで祖父の代にですね、ここの、鹿島市から佐世保に移ってですね、こっちの方が仕事がたくさんあるわけで、移ってきて、それから、ずっと佐世保にいるというわけです。で、学生時代のお話をします。で、小学校、中学校はですね、地元のすぐ近くの、小学校、中学校に通ってたんですけど、高校はですね、歩いて片道30分ぐらいの、佐世保北高校という、まあ、地元では、かなりの進学校に、行きました。で、ちょうど1年上にですね、芥川賞作家の村上龍が言いまして、彼は学生の時から、高校生の時から散々悪いことしてました。それでずっと後輩に漫画家の児玉由紀さんという方がいらっしゃって、まあもちろん全然面識ないんですけど、彼女はですね、坂道のアポロンというアニメで結構有名な方で、なんと、実写版がですね、今週の土曜日から公開されるということです。これはもう私が高校の時にこんな格好じゃないですけどね、こんな制服を着てました。はい、まあ、それいずれにしてもですね、こちら1960年代のですね、佐世保北高校を舞台にした作品ということで、まあ、非常に親近感がある思い出になる作品です。私自身は高校の時はですね、科学同好会っていう非常に軟弱な作品に入ってまして、でも一応会長させられて、高校の時にね、会長とかやらされる人ってのは大体割とそんな性格の人なんですけどね、まあ、それはともかく、まあ、基本的に高校の時はですね、まあ、勉強してましたね。全然なんか中学の時はそもそもできたんですけど、高校進学校なんか行くとですね、やっぱり当然なかなか遠く行けなくて、それで、まあ、勉強頑張りました。それで高校3年生の時ですね、まあ、学校の補習って、まあ、そもそもつまんないんで、まあ、もうちょっと新しいところに行きたいので、親に無理を言ってですね、東京の駿台予備校の夏期講習に来まして、で、そうすると、まあ、もう東京行ったのは当然初めてでして、さまざまな刺激を受けまして、ぜひじゃあ、大学は東京の方に行きたいというふうに思うようになりました。はい、それで、まあ、なんとか頑張ってですね、東京大学の理科一部に入ることができました。それでこれは入学の時の写真ですけども、ご覧になると分かるように、学生服を、ね、着ている方が何人かいらっしゃるんですね。でそれとネクタイしている人も何人かいるんですけども、その当時の平均的なファッションはこれは私なんですけど、まあ、ワイシャツにブレザーというのがですね、大学の生の、平均的なファッションなんですね。でこのクラス本当に優秀な人が結構いて、今でも有名な人もいます。で私住んでたのは、代々木に住んでまして、代々木でもね、そこに佐世保市の、佐世保市が東京に作った東京学生寮というのがありまして、これがその写真なんですけど、なんか数年前にも壊しちゃったんですね。で私いた頃は京王プラザホテルがよく見えました。まあ、新宿は皆さんご承知のように日本で最初に高層ビル街ができたところなんですけど、私がいた頃は京王プラザしかなかったですね。それでですね、まあ、2年の後半から専門課程に行くわけですけど、進路はいろいろ迷ったんですけども、まあ、物理に行っとけばなんとかなるだろうと思いまして行きました。でここ私の写真ですけど、同級生ですね、今や有名な人は本当にたくさんいます。はい、それでですね、私が物理に入れた年にですね、ちょうどその後筑波大の学長になられる江崎レオン先生がノーベル賞を取られました。それで江崎先生がですね、ちょうどアメリカから多分一時帰国されたと思うんですね。一時帰国されて、東大の物理教室で、まあ、多分歓迎会かなんかやられたんですね。その時の写真が猿筋から入りまして、でこれ飯田先生なんですけど、ここに小柴先生が写ってらっしゃいますね。これ非常に珍しい未公開写真ですね。はい、それで私はですね、先ほど大学4年間は代々木にいたということを申し上げましたけど、大学院行くとですね、まあ、学生寮に試合館ということで、大学の近くの本郷4丁目で多頓坂っていう、まあ、結構有名な坂なんですけども、そこに、まあ、アパートというか曲がりですね、下宿しました。で、4年生はですね、
非常に、まあ、いろんな意味で面白くて、あの日本の大学を出てない、いや、イェール大学を出て、大学も全部アメリカで。で、お父さんが、あの、戦艦ヤマトの、あの、参謀で、ヤマトと一緒になんか沈んだってことなんですけど、まあ、それは非常にあのいろんな刺激を受けました。ただ、ちょうどその頃、あの、ケックが できる頃でして、あの、なんていうか、集団でやっぱり公園的に意見やらなきゃいけないんで、私は団体行動があまり好きじゃないので、一人でできる姿勢物理でということで、飯田修司先生のところに行きました。で、これはですね、あの結構珍しい写真です。これは私おりまして、あの師匠がですね、飯田修司先生で、そのお弟子さん、あの田崎先生ですね、あの、まあ、皆さんご存じの方多いと思いますけど、あの、まあ、筑波大第三学部の補足のところからいらっしゃって、田崎先生が大阪大学の時に、あの、のお弟子さんが来た先生ですね。ね。それで、で、伊田先生の兄弟子の友野先生のお弟子さんに鈴木哲夫先生という方がいらっしゃいまして、この方は基礎工学院の第4代目と第7代目の学位置をやられたんですね。伊田先生の第15代目、私が17代目ですから、自民党でいうと橋本龍三郎あの17代で総裁ですけど、まあ、王林の2代目の学位長で、初代は大島先生ですね。はい、それでですね、その先生にたどっていくとですね、加谷先生が、あの、東大総長をやった加谷先生ですね。その先生が、本田小太郎先生、その上が、長岡半太郎先生。大体、ずっとたどっていくと、ずっとあのみんなこの先生にいるんですけど、日本の場合ね。で、そのお弟子さんに高田寅彦先生がいらっしゃって、そのひままさんが寺田康先生ですね。で、加谷先生が北大かなりいらっしゃったんですけど、その時 あのすごい親友が中谷先生で、で、この辺、あ、ちょっと点々点なんですけど、そのお弟子さん次にお弟子先生がいらっしゃって、そのさらにお弟子さんに足立君がね、って。それで、彼は、北京大のマスターを出て、我々のところの、大学に、ドクターコースに来られました。という感じですね。人間関係意外と狭いと。はい、そこで、まあ、私が、まあ、子供の頃っていうか、何やってたかというとですね、小学校5年ぐらいから電子工作にあの熱中してまして、まあ、中学高校とアマチュア無線やったり、真空管式の受信機使って、作ってですね、北京放送とか BBC とか聞いてました。で、大学に入ってからもですね、まあ、オシロスコープ作って、オシロスコープ作る人はまずほとんどいないんですけど、作って、これ未だに動いてます。それで、あの、でも大学の時にね、一番やりたかったのは、やっぱコンピューターですね、コンピューターなんとか作りたいなとずっと思ってまして、それで、トランジスタ技術っていうのは、あの、私の愛読書だったんですけども、それが私が修士の M1 ぐらいの時に、あの、連載記事が出まして、このモトローラの MC6800 を使ってですね、マイクロコンピューターのシステムを作りました。その頃、秋葉でだいたいこの8ビットのチップが1万円ぐらいですね、でした。端末通信です。それで、まあ、それを使ってですね、こういったシステムを作りまして、で、これ実はドクター論文のフィギュア5ってやつなんですけど、これ何かと言いますと、この辺あの趣味で作ってたんですけど、これなんか使わないともったいないなということで、ですね、16ビットの DA と12ビットの AD コンバーターつけてですね、これ温度計、半導体の温度計を使って、こう比熱の自動計算システムを作ったというわけです。で、まあ、これ手元に残ったのはこれだけなんですけど、それでですね、一つの、ドクターロボのテーマはですね、テスクロマイト系における行動相対円というものです。で、この系はですね、プロの方がいらっしゃるんであれですけど、磁気相対位と構造相対位の2つの相対位のが、あの、温度がこの X によって上下するんですね。で、非常に面白い性質があるんですけど、この、比熱をですね、自動計測したわけですね。で、比熱がこういうカーブしてるんですけど、これはよくよく見ると、こっちが磁気相対位で、こっちが構造相対位なんですけど、よくよく見るとですね、あの、これ、筑波さんに来てるな。まあ、それだけのスライドなんですけどね。それでですね、まあ、そうやってなんとかドクター取ったんですけど、まあ、どこ行こうかってあんまり考えてなくて、いや、昔の学生ってほとんどね、ドクター行ってその後どうしようかって考
考えてない人ばっかりで、どこから出てどこ行こうかって分かってる人がまずいなかったと思うんです。それで、まあ、たまたまですね、ドクターの最後の学年にの時にですね、5月28日に今だけ覚えてますけど、朝日新聞にこういった記事が載りました。で、これはレンコンの断層ですね。これはあの東芝と、ご政権の八坂先生のところでやっていたものでして、まあ、私もこの新聞は知ってたんですけど、3年後輩の学生が切り取ってですね、研究室貼ってたんですね。それで非常に印象深かったんですけど、で2年先輩で東芝総研行った人がいて、その人のからには、まあ、以前何かいい話があったら教えてくださいって言ったんですけど、まあ、たまたまこの記事のしばらく後にですね、東芝の方であの物理系のドクターを探していると、この生まれて、まあ、その頃 NMRC って言うんですけど、でということで電話があって、私もピンときたんで、早速面接行きまして、そのもう翌週ぐらいに慣れ慣れていただいて、まあ、ここにしました。で、そういうことでして、あの会社に。で、こちらはですね、あの当時の安岡弁の結構貴重な写真だと思うんですけど、安岡先生はね、まだね、あの助教授の頃かな。で、ひげを伸ばされててね、あのみんなで、なんか、グエンカオブじゃないかみたいな、皆さん知らない、あのベトナムの首相がいたんですけど、あのそれで訳してますけど、全然受けない。それで、イハンさんって人が、あの今、無責任 の教授やって、まあ、彼は当時、ね、まあ、私がいて、あと、私に非常に世話になったのは、東芝の先輩、あの佐藤さんですね。あの彼もともと、あの無責任の学生でいらっしゃったんですけどね、宝木君、学生の時に散々いじめたんで、ちょっと今、しっぺ返したんですけど、東北大学に行ってるんですね。はい。で、3年間いたと。それで、まあ、じゃあ私はそこで何をやってたかというとですね、あの、まあ、会社としては事業部の方で全身用 MRI を使ったシステムを一生懸命作ってるわけですけど、あの物が非常に大きいですから、あの実験やる人も何してやる人も非常に手間かかる。 ですから研究用の小型の MRI を作りなさいということで、それで始めました。で、あの MRI ってあの、まあ、あの専門じゃない方ももちろんいらっしゃると思う、いらっしゃると思うんですけど、あのパルスシーケンスというのは非常に複雑でして、で、まあ、コンピューターで制御しないといけない、その頃パソコンが出始めだったんで、パソコンでできるだろうと多くの人は安易に考えて始めたんですけど、うまくいかないんです。で、なんでかって言いますと、パソコンってもうその当時からダイナミックラムを使ってまして、それとか簡単な OS が走ってて、だから画面の割り込みとかいろんな割り込みが走ってるんですね。そうすると正しくタイミング出ないんです。で、それをやってみないと気づかないですね、普通ね。それで、まあ、それを克服するためにですね、Z80 マイクロプロセッサーを外付けにして、で、スタジックラムをつけて、まあ、マイクロプロセッサーの、それでパルスプログラムを作ったということですね。で、これはもう学生の時の体験がそのまま生きたということです。で、受信、あの、まあ、処理系はですね、その後、ユニックス使ったミニコンというのは東芝が出しまして、これ東芝が出せたというのは非常に不思議なことなんですけど、なんでかというと、当時は大型機やってなかったんで、ミニコンに非常に力を入れて、ユニックスミニコンを出してくれたんですね。それと画像表示装置は、あの普通、全然普通ついてないんで、これは自作しました。で、こちらはそのブロック図なんですけど、GPIB というね、あの外付けのインターフェースですね、それをベースにして、パソコンとか、ミニコンですね、こちらは 16bit というものですね、デュアルメモリーとか、デジタルとつないで MRI システムを制御したということです。で、これが私が最初に作った MRI のシステムです。で、この後大学行くとも行ってまた散々作るんですけどね、これが最初のシステムです。で、それをやりながらですね、同時にあの事業部の方でも一生懸命こういった人体器を作ってますから、で途中からですね、こっちの方が、まあ、当然優先順位が高いわけで、私もその東芝中央病院で、実機を作っても患者さんというか、まあ、そういったプロジェクトに借り出されまして、その時の写真がこれですね、この辺どうどうほとんどもうほとんど昭和28年組ですね、もうほぼ偶然ですけど28年組です。で、私は主に、まあ、いろんなことやったんですけど、特に、まあ、一番っていうかは、自分でボディーコイルつけてですね、その
水中断面像、サジタル像を作った、まあ、撮ったということです。これはあの世界的にもですね、いろいろ後で調べてみると、非常に早いものだったんじゃないかというふうに思っています。で、それで、あの先ほどちょっと紹介ありましたけど、世界初の、政府認可の認証用 MRI が誕生したというわけです。あの意外とですね、米国とかヨーロッパはあのこういったところ遅れてまして、日本でさっさと出しちゃったんで、まあ、一応世界初ということになります。はい、でこの、パンフレットを、開けますとですね、先ほどの私の画像もありますし、あとマルチスライスイメージというですね、あのシングルスライスを並べただけなんですけど、マルチスライスでやってますよという、そういった写真ですね。これはこの前学会で話したらすごい受けましたけど、まあ、ここでは受けないですね。いいですけど。これすごい深い話なんです。それでですね、誰も知らない認証機開発における私の。どういうことかっていうとですね、あのこういった誰が何やったかっていうのはもう歴史の彼方に大体普通消えるんですね。で、肝心な時に言っとかないとみんな忘れてしまうんで、あえて言っておきますけど、それで、まあ、パルスプログラムの使用を決定したとか、まあ、あの大した話じゃないんですけど、プレディクション法における偽装補正法を考えたとかですね、それとか、マルチスライス法の回路方式考え、これね、実は大特許だと思うんですけど、特許しなかったんですね。特許の大事さとか全然知らなかった。そういった記憶を受けなかったんで、その、まあ、それとあと立ち上げですね。それで、技術で一段落するとですね、会社の中で、東芝レビューとかいう雑誌にですね、書かれるんですけど、まあ、別に私が一番貢献があったわけじゃなくて、上がですね、喧嘩してたんですね。喧嘩っていうか、医療機器業務と総合研究所が、いつも喧嘩してるんですけど、特にこの場合は、成果がすごかったんで、上でこう殴り合ったりして、で、若いやつだったらいいだろうと、私がファーストで書かせていただきましたけど、まあ、だから本当の歴史の真実っていうのは全然わかんないところになるというわけですね。まあ、それはどうでもいいんですけど、はい、それで、ご指摘はですね、3年いまして、まあ、一応もう、実機ができたしだろうということで、それで会社に戻りまして、パーソリーの総研の中でですね、やってました。そしたら、ある時上司が急にいなくなったんで、まあ、別のグループに移りまして、ME グループっていうんですけど、そこに移って、速攻でですね、MRI の開発グループをさらに立ち上げて、若い人が入ってきますね。それで、その方々、その後、医療機器業務に移られましたけど、今でも一部ですね、まあ、その後、もちろん MRI 開発の中心的な役割をされたんですけど、今でも何人かの方がこちらで頑張っていらっしゃいます。で、そうこうするうちにですね、筑波大の人事候補がありまして、筑波大物理工学系、助教授候補って書いてあるんですけど、これ、実は講師も1名だったんですね。助教授1名、講師1名。で、こちらの方はね、大島先生ですね。大島先生が、来られまして、私はまあ、会社早く辞めた方がいいなと。4月1日で、こちらに来ました。で、まあ、この時、心に秘めたテーマがあって、これはその後、お話します。で、まあ、いよいよ大学院に行きました。大学院まで随分かかりましたけど、それはどうか。筑波大でどんな研究をやったかっていうと、まあ、大きく分けて5つですね。まあ、他にもちょっとやったことあるんですけど。で、まずですね、やっぱり一つはハードウェア大好き人間ということと、やっぱりシステム、大学に来ても何もないですから、まあ、システムから作ろうというですね。で、まあ、現地の分数を数える。でそれと最初やりたかったのはですね、この乱流なんですね。乱流を可視化したい、瞬間的速度が計測したい、これが着任する時の一番やりたかったですね。これは世界中どこもやってなかったです。でそれでですね、3番目がこの後発生してきたコンパクトMRIですね。これに関してはかなり長い間まあ論文をたくさん出ました。でそれとですね、一つ非常に特徴的なものが京都人配信 MR マイクロスコピープロジェクトですね。こちらは比較的今でも、まあ、細々じゃないんですけど、しばらく続きましたね。一時集中的にやったんですけど、で、現在やってるのが MRI シミュレーター、主にシミュレーターを中心としたものをやってます。それで、まあ、ちょっとこの辺専門的になるんであれなんですけども、会社にいるときはですね、まあ、いろんな事情があってですね、この GP
GPIB というですね、コンピューターの外側をつなぐバスですね、GPIB というバスに、の上にあのシステムを構築してたんですけど、GPIB 使われた方は、まあ、ご存知だと思うんですけど、めちゃくちゃ遅いんですね。お話にならないから遅いんで、MRI システムはあの生データもあの画像データも大量にありますので、このあのデータ転送を高速にしないということで、VME バスというね、これもちょっと専門の人じゃないかと、あまりご存知ないんですけど、VME バスというものを使うことにしました。あの今だったら PCI Express なんですけど、まあ、そういった時代になったんですね。それ でコンピューターもね、あのまだ PC、まだ16ビットの時代で、あの画像再構成とかでとてもお話にならないんで、まあ、32ビットの68020というものを使ってシステムを作りました。で、作るといっても、この辺は本当にですね、作らないともうあのお話にならないんで、例えばこの VME バスにですね、こういった、これ Z80 ですけど、であのスタティックメモリーがあって、でこれはあの、パルスプログラマーモードですね。でこういったものをワイヤーラッピングで作るわけですね。これ1個作るのに、やっぱり1ヶ月か2ヶ月はかからないんですけど、それくらいかかりましたけどね。このワイヤーラッピングっていうのは、それこそ大学4年生の時に、あのコアエネルギー物理の研究室でこんなことばっかりやってますから、まあ、その時のスキルが生きたというわけです。それで、あと、データドロップはレディコンバーターですね。こちらはそんな大変なんですけども。それで、あと、画像を出力する、フレームですね。これはだから、ここにデジタルデータを入れておいて、テレビのタイミングで、出力するというやつですね。でここからテレビまで。だからテレビに、MRI の画像が出るというものですね。それで、こちらだけ規制のものですけど、68020のモードですね。そういったものを VME でつないでシステムを作ったということです。それで、まあ、それだけじゃ当然絵は出ませんで、グラディエントコイルですね。グラディエントコイル。今でもうちの研究室で学生さんに作ってますけど、非常にスタンダードなやつですね。グラディエントコイル、スイコイル作りまして、これ、あの、ジェルの手締り尺用のものです。それで、手締り尺はね、ちょっと遅かった。まあ、こういったものですね。あの、まあ、あの、古い実験室に行かれた人も、あの、いらっしゃった方もいらっしゃると思うんですけど、あの、私が、あの与えられた、実験室はですね、あの、小野先生ってですね、あの、エンドールやってらっしゃる、エンドールやってらっしゃったのかどうかわかりませんけど、それを、あの、その装置が入ってまして、その鉄心磁石用にですね、グラデントコイルを置きました。それで、あの、チューニング回路っていうか、あの、NMR の、いわゆる、あの、プローブ回路を使います。当時はね、直列共振使ってたんです。これは知る人ぞ知るなんですけど、今だと、あの、パラレル、あの、並列共振ですよね。昔はね、なんかマッチングとかあまり考えずに、あの直列共振できるやってましたね。それでちゃんと、信号出てたんですけど、まあ、こういったものを使ってました。それで、最初に筑波大に来てですね、最初に出た方がこれですね。これは1987年の6月24日、これ、ポラレードカメラに書いてあるんですけど、これは、だから着任して1年半ぐらいで、なんとか画像を出すことができたというわけです。画像が出ても、まあ、別にペーパーになるわけじゃないですけど、それで、いよいよじゃあペーパーにしようというわけで、乱流を始めたんです。で乱流はですね、これあの、まあ、あの、これは特にちゃんと最初にやったのは、あのレイノルズ、オズボン・レイノルズという人 で、彼はですね、こういった流れの系を作ってですね、それで、インクを流してですね、あの流れの乱れを観察したんですね。で、あの流速をですね、流速をパイプの直径と導電性係数であの無次元化した、レノルズ数というのがありまして、それが小さい時ね、2250より小さい時はずっと安定な送流が実現する。ただこれを超えるとですね、乱流が出現するということが分かってきたので、ただですね、このクリティカルなところ2250ぐらいのところでは実際どうなるかというと、このパフというですね、乱流の塊がですね、まあ、あの酸欠的に残るということが分かっていました。で、そこでですね、まあ、これをあの MRI でなんとか可視化しようということになったわけです。それでですね、こういった
硫酸の水溶液を大量に作りまして、何リットルかな、何百リットルかなって作って、いまだに研究室にあのタンクに入れてありますけど、いわゆる重しぐらい使うなんてなんですけど、でこれをですね、こう循環させるシステムを作りまして、循環してね、それでここにあの乱流の塊を入れるんですね、乱流の塊を入れて、ここで、検出するで、こういうことですね。で、ここをですね、あの20ミリセカンドぐらいの超高速イメージング TPI 法で、撮影するということをですね、やったわけです。で、そうするとですね、総流域ですね、レノン数が2000ぐらいの時には、こういう何も乱れがないような画像が撮れるんですけど、クリティカルなところでは、こういったですね、乱流の塊が見えるんですね。まあ、こういうふうにね、あのこれだから乱流の塊なんですけど、なんか似たような格好してるんですけど、一個一個は乱れてるから違うんですね。それでこれを解析するとですね、なんかこういうモデルが、できるんですけど、でこれなかなかの成果なんですね。ベンチャーに早速投稿したんですね。そしたらあっという間にリジェクトされまして、でまあよくよく分かったのは、なんかあのネイチャーに本当に通そうと思ったら周到な準備をして、なんかいろんなことをちゃんとやらなきゃいけなかったんですけど、ろくに手紙をつけずに論文だけ送ったりして、それはどうでもいいんですけど、それでまあその後でも何とか、別の雑誌に載っけることができました。それでですね、これ実はいろんなところが高い評価を得てまして、それから20年以上経った、ジャーナルオブマグネットレザーズですね、あの実験名関係の一番有名な雑誌ですけど、そこにですね、あのこのリー・グランデンという人が、この彼女はケンブリッジ大学の大先生で副学長もやった人なんですけど、ここにですね、あの私がその、EPI ですね、超高速イメージングを乱流の測定に、あのイメージングに応用した、まあ、そういったことを、述べてくれています。はい、そこで次コンパクト MRI ですね。でコンパクト MRI、まあ、あのどこから出たか、まあ、いろいろな経緯があったんですけど、まずですね、これは何かと言いますと、あの筑波大学の放射線科の、磁石の写真ですね。でこれ 1.5 テスラの全身用 MRI です。それでここにいらっしゃるのが、あの今 UCLA の教授ですけど、筑波大の講師をやられていた、あの頃、陰性かな、吉岡先生ですね。それで、ですね、そこで、あのこれがあの我々が持ち込んだ、この撮像室に持ち込んだ小型 の測定計ですね、まあ、MRI コンソールですけど、で、ここにあの検出計を、小さい検出計を持ってきた。で、これ何かというとですね、あのいわゆる MR マイクロスコピーといいまして、非常に高い分解も100ミクロンを切るようなあの撮像をやりたいわけですけど、あの人体用の装置だとね、あのなかなか強いグラデートができない、あ出ないとか、まあ、あのあと小さいアレッコールが使えるとか、いろんな問題点がありまして、できなかったんですけど、まあ、こういったね、あの専用 の小型のプローブを使えばできる。ただ本体につなぐのはね、非常に大変なことなんで、まあ、我々としては測定器ごと持ち込むということをやって、この問題を解決しました。でなんでそんなことをやったかというとですね、あのMR マイクロスコープ作るとき問題なのは磁場なんですよね。磁場っていうか磁石なんです。で磁石はシステム全体の半分ぐらい値段するわけで、であの病院の MRI っていうのは夜中空いてるんで、今は緊急検査入ったりしますけど、まあ昔はのんびりしたもんで、MRI は夜中ずっと使ってなかったので、この磁場を使ってですね、MRI は MR マイクロスコープをやったというふうに考えてますね。でそれでこのシステムですけど、こっちに出てますように、このここに産業用の PC があって、あの普通の PC を横型にしたようなんですね。でここにいろんなボードを入れてます。まあこの後ちょっと示しますけど、それと送受信系を入れて、グラジエントアンプを入れてですね。で、アレクトランスメーターを入れて、それでまあ持ち運べるようにした。80キロぐらいですから、まあ普通の乗用車では乗りにくいですけど、まあ、当時私はミニバンのイプサンっていうのを持ってましたので、それに乗っけて病院によく持って行ってました。それでですね、これあのちょっとまた専門的になりますけど、そのブロック図がこれですね。あのまあ、この頃になりましてですね、あの Windows も Windows95 が出まして、PC もですね、あの CPU がペンティアムが出て、それでまあいろんなものが使いやすくなったんですね。でということがあって、でバスもですね、ISA バスという国際標準なんですけど、ね、ここにですね、あのいろんなボードを買ってきてですね、乗っけてソフトウェア一生懸命頑張って、やれば、MRI システム
病院で地場を借りるっていうのは簡単そうで結構面倒なんですね。でそれは病院の先生と仲良くしてなきゃいけない、まあ、病院の先生と仲良くするって結構ハードル高い。いや、関係の方いらっしゃるとちょっとあるんですけど、まあ、お医者さんは非常に忙しいんでね、なかなかそんなお付き合いで、やっぱり、ね、医者があった方がいいんじゃないかなというふうに思いまして、その頃あのネイルジウム鉄ボロン系のですね、磁石っていうのが見始めていまして、でそれを使ってですね、1テスラぐらいできないかというんで、住友特殊金属、今なくなりましたけど、そこにお願いしたらですね、あの1テスラの磁石を作るよということで、作るよって言ってもただじゃないですか、ね、ちゃんとお金払いましたけど、それで、これは大使の仕事で僕だろうんですけど、50ミクロ3乗の分解の数、グリーンピースの数、そういったものを取ることが、できました。で問題はですね、あの鉄ね、ネイジム鉄ボロン系の磁石って温度係数が、温度取引が非常に大きいんで、NMR ロックをかけてですね、その辺の問題はクリアしました。はい、でこういった方法が確立したんで、その後ですね、小型の MRI をいろいろなものが作れるんじゃないかということで、本当にいろんなものを作りました。射形用の MRI とか、かかと用の MRI とかですね、マウス用 MRI とか、指用とか、手首用とかですね、まあ、あの、ボンドリフト、ハンドリフト。で、最終的にですね、あのたどり着いたのが臨床機でして、これはあの臨床用 MRI ということで、これは本当にあの薬事に、起こりまして、筑波大で使って、本当に患者さんの撮影を使っていただいて、今、すっていうか、もう終わったのかな、まあ、あの一時かなり使っていただきました。それで、ですね、こちらの全身用 MRI と、あの我々の小型の、コンパクト MRI の比較なんですけど、まあ、もうあの見ていただいたら一目瞭然なんですけど、まあ、こちらはあの、まあ、人体、まあ、専用にしてますよね。で、こちらあの、キムラ君という天才的な人で、彼は本当にもういろんな発想を飛び越えた。まあ、こちらコンソールを我々作ったんですけど、磁石もまあ買ってきたんですよね。これを全部つないであのどっか持っていくっていう、そういう発想は普通なかなか起きないんですけど、これなかなか素晴らしい発想で、これであのノーリン技術センターまで全部持っていってですね、あの梨を撮影したとかいうことですね。はい、これはあのそういった非常にシンボリックな発想です。最初にあの、まあ、かなり注目されましたのがですね、この鮭の私有判別用のバッテリーなんです。ちょっとなんかあの半分冗談みたいなんですけど、まあ、これ磁石がですね、125センチで、の 0.2 テスラなんです。でも話は結構面白いというか深刻な問題で、鮭はですね、あのもちろん皮を掃除をしてくれるものもありますけど、基本的にはですね、鮭は沖でなんか網でもう本当に一網打尽といいますけど、1000匹ぐらいいっぺんに取るんですね。でそうするとあのそうやって港に持ってくんですけど、オスかメスかほとんど分かんないんですね。でところがあのイクラっていうのは非常に価値が高くて、100g 1000円ぐらいするので、メスジャケの方がですね、はるかに高いんですね。だからオスジャケとメスジャケって全然違うんで、値段が。だからきちんとあの区別してやらないと水産加工場は買い取ってくれないわけです。ですけど目視で非常に大事なんだということで、あの自動化したらいいんじゃないかと。で MRI が有効だったから以前から分かってまして、で、そこでですね、岩手県の方で、まあ、こういったそういった技術があるんですがですね、こういったものを作ってくれないかという話がありまして、というよりも私の方で提案したんですけど、でこれをですね、それでまあ本当に見えるかどうかという実験をやりまして、岩手県の方からあの取れたてのですね、メスジャケとオスジャケっていうのをあの2匹あのいただいてですね、それで早速装置作って撮影するとですね、1枚4秒ぐらいでこうやってこうずっとずらしてくるんですね、こう取るわけですね。でまあパッと見なんかやっぱりいくらがあるか分かるんですね。でそれでですね、あのオスジャケ取るとですね、確かにいくらっぽいやつはなくて、まあいわゆる白子が映ってるんですけど、でこういうふうにパッと見も本当に断層どっか切っただけですね、オスメスが分かるということは、証明することができたんです。でこの装置をあの岩手県の方が、まあ、お金出してくれたんで、それをこう物を入れたらですね、でなんか向こうでちょっと実験やったらなんか大騒ぎになったみたいで、 NHK で出てきてなんか全国放送になったんですけど、まあそういうふうにあのいろんな意味で宣伝にはなったんですけど、まあちょっとやっぱりコストも
かとをですね、コイルの中に取り入れまして、かかとを撮像してですね、骨密度を計測するというプロジェクト。これは多くの学生さんが担当してくれまして、こんな感じですね。こんな感じっていうか、この日なんかキャノンに行った人さんですけど、忘れがちなんだけど、それですね。まあどうやってじゃあここが計測できるか。これかかとの部分のパネルですね。なんで映るかというと、これはデンシティを比較するための標準物質ですね。普通植物油を使うんですけど、骨の中っていうのはですね、こういった網目状の構造になってまして、これ海面骨っていうんですけど、この間にですね、この海面骨から信号出ないんですけど、ここにですね、骨髄というか、基本で脂肪組織ですね、ありまして、そこにプロトン信号が非常に大きく、ちゃんと MRI で観測されると。ですから比較するとですね、この強度を比較すると、骨密度が計測できると思います。で、それでですね、横軸、年齢、縦軸、骨密度、上に行けば行くほど骨の量が多いわけですけど、で、ただこういった計測でですね、被験者を集めるのがすごい大変でして、で、ということがありまして、学園祭でですね、たくさんいらっしゃるんで、まず女子学生ですね、大体学生、あとは高校生もいらっしゃるかな、それとそのお母さんたちが、ね、ずいぶんいらっしゃって、ついてきてたんあれですけど、おばさん方もこの辺のデータがものすごい必要なんですよね。で、そうすると年齢と骨密度の有意な負の相関がちゃんと出るというわけです。で、ただですね、一見このデータを見るとですね、なんか測定がまずいんじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃるかもわかんないですけど、これは実は個体差でして、ですから例えば同じ20代でも非常に高い人もいれば低い人もいる、ね、そういうふうに、観測できると思います。ですから、いわゆる骨粗しょう症の診断に、使えるということですね。はい。それで、その後、いろんなことやってます。こちらマウス用のコンパクトMRIということで、こちら白井君が担当してくれました。で、磁石はちょっと特殊なんですけどね、ヨークレス磁石という非常に、ネオマックスっていうか、振動特殊金属が非常に頑張って作った磁石です。で、これは1テストなんですけどね。で、これを使いましてですね、マウスのですね、ラブマウスのいろんな画像が特に撮れております。それで、これは製品化されまして、これは後で言いますけど、 MR テクノロジーというですね、会社の方で製品化していただきまして、これはかなり売れた、20台で売れたのかな、 1.5 テスラですけど売れたと聞いております。はい。それでいろんな可能性ということで、屋外でですね、撮像しようと、こういったケヤキか、カエデですか、カエデですね。カエデの、ちょっとこれ図書館のところなんですけどね、そうなんですけど、そういったものを屋外で撮りました。これ、この技術はですね、その後発展して、最近テラレッセンがやられている、屋外のツリーの計測ですね、そっちの方に、発展しています。で、こちらも屋外で MRI やりましょうと、デモンストレーションなんですけど、こちらは農林技術センターに持っていってですね、こういった梨を測定しました。これについても面白い論文が書けてます。で、さらにこれまたちょっと肌色が違うんですけども、普通その、温度を変えて、測定するときはですね、室温に置いてある磁石の中にですね、温度を変えてやるんですけど、それはそれで、いろいろ有用性があるんですけど、なかなか長期間低温を保つとかですね、温度制御をきちんとやるのはなかなか難しくてですね、それで一種の逆転の発想で、こういった磁石丸ごとですね、磁石と検出系グラデントコイル全部低温室に入れたら、こちらは北京大のね、大関先生との共同研究ですけど、今日ちょっとやりたいんですけども、こういったシステムを作りました。それで、制御系はですね、もちろん室外に置くんですけども、それでそうしますと、雪氷のですね、細かさかな、目の粗さみたいなものが、可視化されるということです。で、雪氷そのものから信号出ないんで、その間にですね、ドデカンっていう、一種の油みたいなものですけども、マイナス5度でも凍らないようなものを入れて、それで可視化するというわけです。はい。それで
作用のものをちょっとお話しします。で、これは関節リウマチ診断用のお話ですね。これかなり時間もお金も取れなくて頑張ったと思いますけど、で、じゃあ関節リウマチの、これは RA と言いますけど、診断になんで、小型の MRI が必要とされるかということをお話しますけど、この RA はですね、早期診断、できるだけ早く診断ができるとですね、あるタイミングで、生物学的製剤を使って、治療するとですね、劇的に、治療効果を、治療成績を上げることができることが知られていまして、で手を対象としたですね、MRI は非常に有用であるということも確立されております。ところがですね、じゃあ全身用 MRI、どこの病院でもあるので、それを使えばいいじゃないかということになりますけれど、ただ、なかなか手の検査ってですね、非常にやりにくくて、でそれと予約が非常に取りにくいという問題点がありました。ということがありますので、手だけ取れればいいんであれば、小型の MRI ができるんじゃないかというじゃないかということで、筑波大のリウマチ内科の先生方と一緒にですね、こういった1号機、2号機、3号機作りまして、3号機はですね、こっちが実際、筑波大の病院に持って行ってですね、臨床さす患者さんを取りました。でただ、ちょっといろんな問題点があったので、手を固定するのは難しくてですね、ありましたので、手を水平に置く方式に変えまして、これが最終的に、製品になりました。で、この製品開発のプロセスで最終的にですね、厚労省の薬事認証を取らなきゃいけないんですけど、でその時にですね、やっぱり我々の作った装置を、が不要な電波を放出しないかしてないかどうかというのを検証するために、装置全体をですね、この電波暗室に持ち込んでですね、いわゆる EMC 試験というのをやりました。で、こういった実験とかですね、研究開発はこの半田君という方が、随分中心になって、やっていただきました。で、こちらは病院に持ち込んだ時の様子ですけど、こちらなんですね。で、こういった形でですね、薬流なんとか通していただきまして、2008年11月ですね、得ることが、認証を得ることができたということです。こちらは多分少なくとも国内では初めてですし、国際的にもですね、海外でもこういった例は、非常に少ないんじゃないかと思っております。はい、それでこちらはその、臨床の例ですけれども、いわゆる T1 強調画像で見ますとですね、この辺船野先生が見ればすぐ分かるんですけど、ありそうだと。で、こちらが脂肪抑制 T2 強調画像法という方で、ここで確かに患部が病死されているということが分かったわけです。それでこれはですね、病院できちんと診療に乗せるためにはちゃんと装置買わなきゃいけないということで、鑑定書を貼りましたいただいたり、それで病院の予算で、値段は私も未だに知らないんですけど、入札を入れまして、買っておいてます。で、後で聞いたらもう2000人以上ね、活動してるらしいです。はい、それで、研究プロジェクトはあと2個なんですけど、4番目ですね。はい、京都の人会社スリーディーマンガリオストリーですね。京都大学さんの方にはね、1961年から、ね、74年にかけて組織的にですね、人廃止標本をですね、発言られました。数万回もね、これはどういう標本かというとですね、いわゆる人工妊娠中絶なんですね。それで、それは以前はそのいわゆる中絶した標本というのは廃棄するということだったらしいんですけども、それはいわゆる学問的に見ると非常にもったいない話で、そういうこともございまして、京都大学さんがですね、これを収集しようということになったと聞いております。で、結局その集めたものはですね、もう世界的にですね、非常に貴重な標本でですね、ただ現時点ではもういろんな倫理的な問題その他ありまして、まず二度と集めることは不可能だろうというふうに言われております。ですから万が一何らかのことで毀損するとですね、これ非常に大変な損失になるわけですね。ですから、
現時点で、少なくとも現時点でその情報をですね、できるだけきちんと記録しとこうということで、プロジェクトを始めました。で、じゃあ MRI が使えるのかというのは、まあ、どうやって使うかというとですね、固定標本というのは、いわゆるホルマリンに浸されているんですね。まあ、こういったもの、ホルマリンの中に入っているんですけど、でそうするとホルマリンがですね、プロトンの信号がたくさん出ますので、で実際に撮るとですね、こういった形で画像が出るわけですけど、これ見ているのはですね、浸されたホルマリン自身を見てまして、それによってコントラストがついた画像を見ているわけです。で、それでですね、できるだけたくさんのものをですね、3次元で撮りましょうということを、合意したんですけれど、まあ、結構いろんなハードルがありまして、まあ、一つの大きなハードルがですね、やっぱ京都から筑波までどうやってああいった非常に貴重なものをですね、運ぶ時も、まあ、いろんな問題があるんですけど、どうしましょうということで、考えましたところ、結論としてはですね、すべてのエンブリオをですね、最終的にMRI っていうか、NMR の試験管に入れて測るわけですから、NMR 用の試験管をですね、いろんなサイズのやつを大量に注文しまして、でそれでエンブリオを全部入れていただきまして、でそれをですね、まあ、そのまま、運んできたまま、そのまま撮影しようと。でこれによってですね、運搬の機械的ショックの問題とか、標本の乾燥の問題とか、汚染の問題とかですね、あと自家率アーティフトの問題なんかもクリアできるということが分かったんです。で結局最終的にはですね、1200トン台撮影することができました。それで、もちろん測定側にもいろんな工夫がありまして、一体一体測っているとですね、もう非常に時間がかかりますので、こういった4チャンネルですね、同時、あるいは8チャンネルですね、もうこちらは増田君が作ってくれて、こちらは乙武君が作ったんですけど、こういったシステム、それで測定系もですね、8本、配列のものを作りまして、こういった大きな磁石の中にグローブを入れてですね、同時に8体ないし、4体のものを取ったということで、これで非常に効率を上げたというわけです。それで、その1200体ぐらい取ったものの中に代表的なものをですね、成虫断面を示したものがそれです。で、要するにエンブリオの成長過程が分かると思いますけれど、これは代表でして、実際のサンプルはですね、こういうふうに非常に個性的なものです。ステージが進むに従ってですね、大きい小さい出てきますけど、やっぱり人間一人一人の個性的なのと、同じ理由です。で、こちらのプロジェクトはですね、京都大学の塩田先生、山田先生、上野先生ですね。で、我々グループではですね、林君、増田君、津田君、安西君、小籔君というメンバーでやりまして、ほとんどですね、主に増田君ですね、今日も来ていらっしゃるんですけど、彼が担当してですね、1200体を取ってくるということになります。それで、この論文はですね、日本人救命学会の論文に出したら、その後表彰され、優秀論文賞として表彰されただけじゃなくて、この 3D データはですね、京都大学の方で、ドクター論文にした方もいらっしゃいますし、修士論文もいくつも出ているし、卒論もたくさん出ていて、現地論文もですね、10個以上出ています。当時ですね、1、2倍に頃で取ったんですけど、あと一部のサンプルに関してはですね、2号1号1に取ったんですけど、現在の現地で多分2号1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 号
昨年度はですね、教授の数が足りなくなったので、やってくる人がいたんですけど、それで、しょうがなくやってあげるじゃないですか。それで、成功主任の時に、始めた新しいことは、卒研中間発表会ですね、を大津で、青木先生とか、一緒に始めて、その後、学理全体に広ましてまいりました。で、他に学理としてですね、ちょっとやったこと、せっかくの機会で、ちょっと言わせていただきます。学理運営会議の職員っていうのは、私3年一人でやりましたけど、今は、それで、いや、あんまり大したことなんじゃないんやろと皆さん思われるかもわかんないんですけど、この頃はですね、個性的な先生がすごいいらっしゃって、学理運営会議って1時間じゃ終わらないですね。3時間、4時間、延々となんか、つかみ合いこそないですけど、結構大変な感じで、そんなのとてもじゃないと気持ちでやらなかったんですけど、ただ大変な会議なんで2年にしていただきました。私は大体これ2年2期なんですけどね、ただいわゆる学系再編があって、私は川部先生と赤塚先生と同先生に使いました。それでその後他にもですね、就職員結構頑張っていましたね。震災の時もいろいろ大変だったんですけど、なんとかできたんです。あと学理長を2年間やりまして、大利のですね、第2期と第3期生を受け入れました。それで、あんまり私大したことやってないと思うんですけど、一つだけ自慢になるかどうかわかんないですけど、 ACDC 廃止して教員の負担を減らしたみたいな、それはちょっと言わせていただいてると思うんですけど、はい、それでですね、あとこれからちょっと卒論の話しますね。卒論第3期に分かれてまして、最初の7年間はですね、井上寛先生とですね、一緒にって言ってもね、井上先生全部任してたんで、井上先生の方が耐えきれなくて、もういいです。そろそろ独立したらいいやだとか言われて、見捨てられたわけじゃないですけど、嫌だとか言われてですね。で、一人でやるそして、その後、16年間ぐらいかな、一人でやりました。で、その後、平井先生来られましたから、8年間くらいですか、一緒にやりました。最近はずっと平井先生にお願いしてるんですが、それで、94年以降ですね、共同を含めて環境が進んだのが88年、8年ですね。で、井上県の学生さんともですね、いまだに長い付き合いがございます。で、修了生別に言うとですね、ドクターコース10人ですね、修士の方が61人、学部が88人ですね。で、留学生の方が4人ということで、消防ビートに移ってから、できるだけ写真を撮るようにしています。で、この半田君って人はなんか学長表彰と学位長、研究課長表彰とダブル受賞ですね。他の方は研究課長表彰とかもあるんですけどね。で、2008年に選挙ということで、2011年はですね、震災がありまして、卒業式がなかったんですね、なくて、で、こういった平服で、卒業証書を受け取って、一人だけなんかちょっとね、スーツをしたわけですけど、それはいいですけど、こういった年でしたね。はい、それで、2013年、2014年ですね、2010年、それで、2016年、2019年と、OK です。それで、せっかくですからね、どういったところに進学されているかとちょっとお話ししますと、博士課程を終わられた10人の方ですね、ほぼ全員が、ほぼっていうか全員が NMR、MRI の、専門的な職に使われていますね。で、海外行って、まずもう帰ってこないだろうって人が2人いますね。それはいいんですけど、国際化してるということですね。で、修士の方は、本当にいろんな方、ここはキャノンって書いてますけど、もともと東芝だった方なんですけど、本当にいろんな方がいらっしゃって、ここ書いていってもですね、大体、転職率3割ぐらいなんで、ここにはいないよって人は結構いるんですけどね。で、学部の卒業生も、書いてますけど、転職した人が多いぐらいですね、4冊の方はね。で、2年ごとに応用事会をやりまして、ちょうど昨日もやったんですけど、その写真はちょっとまだここに置いておきます。はい、それでですね、社会貢献の話をします。私が一番メインにしている学
会は日本人企業名学会というところでして、会員数が大体3000人ぐらいですね、もうちょっと増えてたんですけど、その時その理事を4期ぐらいやらせていただきさせていただきました。で、最後会長をですね、2年やらせていただきまして、2010年にはですね、筑波国際会議場で1400人で、予算規模4000万円ぐらいで、大会長をやったんですけど、実際はですね、この私のところの秘書の内田さんに全部お願いしてやっていただきました。で、こちらはですね、MR マイクロスコピーの国際会議で、これ2005年にですね、独協以外の瀬尾先生と一緒に、大会長をやりまして、で、まあ、独協以外で普通の方にあるんですけど、半日ですね、エクサエクスカーションということで、つくばに、バスでこうやって来ていただきまして、ここにはですね、本当に世界的に すごい人がたくさんいます。びっくりするから。で、この写真見せると、みんなびっくりするんですよ。こんな人も来たんですか。そういったすごい貴重な写真です。はい、それと、まあ、それに、対応した国内学会もなんとか整備しようということで、瀬尾先生、独協以来の瀬尾先生となると一緒にですね、国内学会立ち上げまして、2000年と2013年に世話人をやりました。で、社会貢献という意味ではね、非常に重要なことは、この MR テクノロジーという会社ですね、こちらは田崎先生とかお願いして、一緒に立ち上げさせていただきます。代表はもちろんですね。で、これは新聞記事ではですね、筑波大二類のベンチャービジネスと書いてあるんですけど、まあ、なぜかと言いますと、田崎先生、最初にね、筑波リエゾン研究所というところを、ね、立ち上げられて、まあ、その勢いって言うじゃないですか、その勢いでですね、まあ、田崎先生から声をかけていただきまして、まあ、こちらを立ち上げようということになったんですね。はい、それでこちらはですね、まあ、先ほども研究室の方で、ね、コンパクト MRI を随分作ってましたので、それをですね、実際売れる形にしてですね、いろんなところに売れて行っていただいたというわけです。で、海外にですね、三大学ですね。で、アメリカに NASA と、もう一つのね、デケルブですとか、国内はですね、これくらいですけど、もっと他にも、私が把握してないというのも、多分いくつかあると思います。特にマウス用 MRI が主力なんですけど、他にも、こういったものが欲しいというですね、それに従ってですね、いろいろ、それで、まあ、先ほど申し上げた主力がこのマウスローでもあるんですね。で、2011年にですね、北京の国際会議に行きましたら、とかいう、ほとんどそっくりのありまして、名前もめちゃくちゃ似てまして、MR ミニ SA、ミニ MR とかありまして、それで、こういうことかと思って、ただ、中国企業に申されるっていうのは、本物の証明じゃないかと、確認なんですけど、はい、それで、まあ、これちょっと、まあ、社会貢献になったかどうかわかんないですけど、まあ、ちょっと一応出してみたいなって思いますと、ちょっとネーミングが私やらしいんで、しょうがないですね。で、まあ、こういった形で授業をいただきました。はい、すみません。それで今後の展開ですね、今後の展開は急に真面目な話になるんですけど、実は3年ぐらい前にですね、JST の最先端、研究基盤領域、機械発サイトで、プロジェクトをこちらに通していただきまして、名前はですね、超高速シミュレーターを搭載したユニバーサルエマラプラットフォームの開発ですね。で、予算規模は8000万、まあ、それほど大きくないんですけど、それと小さな、まあ、適正な規模ですね。で、あと加速資金と1000万いただきましたけど、でそこでですね、まあ、主に私の方はですね、超高速で、まあ、シミュレーターを開発しなさいということで、プロジェクトが始まりました。で、この MRI シミュレーターって何かというと、まあ、そもそも MRI シミュレーションとはどういうのかというと、MRI の撮影プロセスをですね、計算機上に再現すると、手法であって、当初はですね、MRI 信号をなんかモデル化してですね、やってたんですけれど、ところが計算機の能力がどんどん飛躍的に向上してきますと、その基礎方程式を使ってですね、まあ、基礎方程式、情報方程式なんですけど、すべての核磁化をですね、運動させて、まあ、そこから、まあ、いわゆる、いろんな分野で行われ
当てるいわゆる第一次元計算ですね、それを、やったらどうかということで、2000年代半ばぐらいから、非常に発展してきました。でさらにですね、最近あのグラフィックスプロセッシングユニットですか、GPU が出てきますと、まあ、それが、さらに加速されまして、まあ、皆さんご承知のようにですね、あの例えばこういったマルチコアプロセッサーですね、なかなか高いんで、個人的にはなかなか買えないんですけど、それをですね、あの GPU に置き換えるとですね、10倍ぐらい速くなって、値段も10倍ぐらい安いと、10倍安いかな、だからコスパがいわゆる100倍あるようです。それで、これはあの NVIDIA をですね、まあ、こちらすることは宣伝してまして、スピードはまあ大体1桁速いかなということですね。で、ただ、もちろん結構プログラミングが大変で、高速化するにはテクニックがいるわけです。それで、まあ、実際にどういった計算をやるかというのをちょっと紹介し簡単に紹介しますと、まあ、政治家方向から掛け軸が傾けるとですね、傾いた掛け軸が、均一磁場とか等倍磁場で分散するとか、予想分散する。それと、倒れたやつがですね、熱栄光状態に戻っていくという、均一緩和と緩和緩和ですね、そういった緩和現象をきちんと、表現すればよろしいということですね。それで、その基礎方程式がこのブロコー方程式ですね。まあ、そんなに難しい方程式なんですけど、まあ、分子拡散はですね、ちょっと本来は出なきゃいけないんですけどね。はい、それで、それを使って、まあ、一体どういう計算をやるかというとですね、まず、欲しい画像ですね、のマトリックスを、決めると。で、その中に核、まあ、プロトン密度とか、ティアムとか、いろんなものを数値的に作るんですね。で、それをパラスイケルスに従って、まあ、ブロコー方程式で、記述していくと。で、NMR 信号ですね、例えば2ゴロ3乗が等しければ2ゴロ3乗というので、で、まあ、これをこっちで、まあ、何個にするかというのがありますけど、これを作ると、これ結構大変な計算で、まあ、ただこれができれば、まあ、普通はフリー変換で画像を作るわけですね。で、ただ、一つの画素にですね、掛け軸1個でいいってわけじゃなくて、要するに自然界は連続ですから、連続体をどうやって記入するかという考えがあって、いわゆるサブオクセルという考えで、まあ、サブオクセルをどう取るかですね。ちょっと専門的で申し訳ないですけど、で実際ですね、結果を見ていただければよく分かるんですけど、掛け軸を、ボクセルに1個しか取らないとですね、こういったアーチファクトが出てちょっと使い物にならないんですけど、増やしていくとですね、だんだんアーチファクトが消えてですね、65ぐらいまで持ってくると綺麗な画像になるということですね。それで、まあ、これはいろんな理由があるんですけど、これ撮像方法ですね、よく使われる高速 T 和強調型撮像で SPGR と呼ばれる手法です。それでこれをですね、シミュレーション、先ほどのシミュレーションね、シミュレーションと実験で比べるとですね、何が著しく違うかというとですね、いわゆる熱脱音が全くないんですね。こちら、シミュレーションですね。こちらが実験ですね。もうほとんど再現してるんですけど、熱脱音って広がってますんで、細かいアーチファクトがこっちは拡大するとよく見えるんですけど、こっちは見えないというわけですね。それで、まあ、その辺のことをクリアしてですね、去年の5月に論文にしました。それで、まあ、世界初の機能とか、世界最高速とか、まあ、そういったことをですね、アピールしました。それで、いや、こんなプログラミングで先生いつやったんですかって言われるかもわからないんですけど、これプログラミングやったのはですね、ここに書いてある人で、で、この人はですね、この人っていうか、この人って言っていいかと思うんですけど、この人はもともと、コンピューター将棋やってた人で、プロジェクトがですね、2014年、12月から始まったんで、ちょうど1ヶ月前にですね、将棋伝統トーナメントというのがありまして、そこで、まあ、なんとか優勝を取ってきたと。で、まあ、腕が鳴ってるみたいなんで、ちょっとシミュレーターの開発をやってもらったらいいんじゃないかということで、参加していただきました。それでですね、まあ、ここにですね、これ翌日の毎日新聞に載ってるんですけど、タイトルはですね、本命コナン財布で2位なんですね。まあ、誰が優勝したかとか書いてたんですけど、でそこで、これこういうもっと縦長の記事なんですけど、ここに書いてあるのは、棋士の実力向上にどれだけ貢献できるのが私のモチベーションですって書いてあるんですね。でこれは何かっていうとですね、最近皆さんも
ご承知のように藤井聡太ブームってありますね。で藤井聡太さんは彼はもう小学校の時から詰将棋選手権で優勝したような人で、しかもプロをぶっちぎって優勝したような人で、まあ、昔から有望視されてたんですけど、やっぱり序盤中盤がなかなか経験するのはなかなか詰将棋と違ってる。で彼はあるところからコンピューター将棋を師匠から解任されてですね、それで飛躍的に強くなったと言われてますね。で、それはともかく、だから藤井聡太ブームにもちろんこういったコンピューター将棋が使われている、まあ、それはちょっと脱線なんですけど、で、まあ、ついでに言わせていただくと、彼はね、連勝が30連勝で、29連勝で止まりましたけど、30連勝で止めた佐々木勇気さんという人は、この人の弟弟子なんですね。まあ、それはどうでもいいんですけど、それで本題に戻りますけど、MRI シミュレーターとですね、実機ですね、まあ、どういう比較になるかというとですね、それで、これ MRI の装置ってやっぱりすごく変するんですね。で、シミュレーターはですね、まあ、作り方によりますけど、まあ、大体100万円も重いです。スペースはですね、スペースも100倍ぐらい違う、ね。スピードはまあ、やり方によりますけど、まあ、速いだろうと思いますね。で、熱圧音がないとかね、この辺がね、一番の売りじゃないかと思うんですけど、で、使いやすいですね。それといずれにしても、理想的な実験ができるっていうかな、これもシミュレーション共通みんなそうですけど、実機はですね、実機も素晴らしい、もちろん素晴らしいんですけど、実機がないと患者さんももちろん見れないんですけど、開発とかいう点ではね、ちょっと問題があるではないかと。ということで、ちょっと言っちゃいましたけど、MRI の実機を用いたら、センスとか、ハードウェアの評価とか、MRI 研究などは限界に来ていると、ね、きつさ。で、今後はですね、MRI シミュレーターを使ったものが主流となるであろうと。というか、したいというか。ところが、実機と同じように使えるですね、MRI シミュレーターがですね、未完成で、その完成と標準化がますます重要となってきているわけです。そこでですね、私としてはですね、臨床用 MRI において、実機と同様に使用できる MRI シミュレーターの開発とその有用性の確立を、実証を呼びたいと。で、2番目として、MRI シミュレーターの世界標準を確立したいと。3番目として、MRI の新しい研究手法の確立をしたいと。究極的にはですね、理想の MRI を追求したいということですね。ということで、MRI シミュレーションズ .com という会社を立ち上げるということにしました。アンダーコンストラクションですよ。それでですね、場所はですね、ここですね、ここですね、ここ都心ですね。で、多分この辺かな。で、ここはどこかって一目で分かる人はまだいないと思うんですけど、地図で言うとですね、この虎ノ門の銀座線の虎ノ門駅のあれかな、それで、虎ノ門ヒルズって、結構皆さんご存知だと思うんですけど、近くにね、今、この辺、すごい再開発してまして、でそれだけじゃなくて、他にもすごい建物を建ててます。で、それでたまたまここは部屋が空いてたんで、ここでやろうと。で、やっぱり今、その IT の時代とか、AI の時代とかやってますけど、やはりこう、やっぱり近くに接してないとですね、なかなかいろんな情報を集めてくるということで、ここでやることにしました。それで、結びですね。それで、37年間ですね、会社に入ってから MRI を作ってやってきましたけど、実験ノートはですね、これ単に37年間というのを可視化するだけでほとんど意味ないんですけど、これくらいノートを使いましたってだけでね。それで、ですね、さらにですね、これは非常に自分で言うのも、非常に面白いんですけど、これ子供の写真ですね。で、つい去年ですか、母親が90歳になりまして、この代わりもすごいんですけど、他の人の代わりもすごいですね。それはしょうがないですけど。で、私の今の家族で、昔こんな感じだったんですけど、途中でこんな感じ。みんな年取るというのは当たり前ですけどね。それで、孫が抱きまして、これも去年の11月ですね。そういうその時間の流れっていうのは非常に大事ですね。それでですね、同時にですね、これはもう共同研究者の流れですね、本当にいろんな方がいらっしゃって、
というようですね。それでいよいよ最後ですけど、ですね、まあいろんな皆さん最終講義いろんな言葉で締めくくられるんですけど、私はねやっぱりこれなやっぱり何だかで言って大好きなんですね。All soldiers never die, they just fail ね。これはね日本語では老兵は死なずただ消え去るのって書いてあって、彼は消え去るっていうふうにだからリタイアの時になんかそう言ってなんか色気も何もないかのように彼は言ってますけど、彼はですねこれ何で引退したかというとご存知の方多いと思うんですけど、いわゆる朝鮮戦争をあってて彼結局しくじったんですね。それで挽回するためには北京に原爆を落とさなきゃいけないとなんか言い出して、それでそれはさすがにできないって言うんで、それで首切られたんですね。大統領ね、トルーマン大統領首切られて、でただ首になってそれで演説したんですけど、彼はその後1950、この年末に行われた大統領選挙に出る予定だったんですね。ところが、それをご承知のようにドワイト・アイゼンハワーっていうのが彼の部下だった人ね、長年彼の部下だったドワイト・アイゼンハワーっていう、彼はヨーロッパの方の司令官だったんですけど、彼の方が大統領に当選しまして、その後8年間大統領やってきたね。で、その後ケネディになるんですが、まあ彼はそういうで、まあ、別にこういうニュアンスではなかったんですね。で、私はですね、まあ、これとは、まあ、あんまり関係ないっちゃ関係ないんですけど、オールソルジャーネバーダイはいいんですけど、まだあんまり知りたくはないんですけど、ただね、まあ、ちょっとすぐに消え去るのもなんかなという。あんまり人の邪魔をするつもりはないんですけど、まあ、まあ、どれとよしようかなと思ってます。先ほど言ったような感じでね。まあ、この人が最終的に使われたらわかんないんですけど、まあ、順調に成長してますね。まあ、そのうちなんとかないと思うんですけど。で、最後は、昨日ありました、帯王子会がありました。まあ、この写真で、締めくくりたいと思います。本当に、まあ、本当に楽しかったですね。これだけの人が集まってるとね。はい、以上です。終わります。はい、どうも。言いたいことは先ほどもちょっと言いましたけど、あんまりね先のことを考えない方がいいってことです。今結構なんか先が見通せるような感じがあって、例えばこの会社に入ったらこうなるとかそういった予測ってなんかありそうですよね。だけどまあすごい大きな会社があっという間に潰れるとかね、で自分がこう行こうと思ってたけどこうなっちゃったとかね、そういう変化って非常に多くて、私のお弟子さんにもたくさんいますけど、だからあんまり先のこと考えずに自分のやりたいこと、やるべきことっていうかな、自分のその可能性をマキシマイズするようなことをやったらいいんじゃないかと思うんですね。で、まあだからこれは別にどこの研究室だからって言わないですけど、まあ、筑波大学全体として見てもですね、やっぱりなんだかで言ってドクターコースに進む人がね、最近どんどん減ってるんで、まあ、それはちょっといろんな意味で危機的な状況じゃないかなというふうには思いますね。だから白井君はもともとねドクター予定だったんですけど、いろんな予定でやったんですけどね、まあでも非常に今立派に、あそうか今ドクターコースの学生さんだからまあそれも含めてね、あんまり先のことを計算せずにやりたいことを今やったらいいかなっていうのが若い人に対するメッセージですね。はい。
ので、今この機会にちょっと花束の方を Thank you.